どうも皆さん、こんにちは。ゆずきゆかりです。発信。今回はこちらのゲーム、Love Trouser の実況兼紹介をしていこうと思います。こちらのゲームは、見ての通りのシューティングゲームです。そこら中に出てくる、やはり、初期カスタムでは、なかなか稼げませんね。耐久力は必要だと思うんですよ。真ん中のパーツを耐久重視にして再出撃です。丸くなって可愛くなったでしょ。直接当たっても耐えるようになりました。ですが中心が重い分速度が出ませんね。次は速度を上げましょう。磁気を中心に丸が小さくなっているのがわかりますか。この丸が画面からなくなるとゲームオーバーです。発砲せず飛んでいれば自動で回復します。パーツの組み合わせは125通り以上、組み合わせごとに名前もあるんですよ。今さら簡単な操作説明です。このゲームで使うボタンは4つ。十字キーの上で機体の向いてる方向に前進。十字キー右で右回転、左で左回転です。左右のキーを押すだけでは旋回しないのでご注意を。 X キーで発砲です。簡単でしょ。ミッションをこなしていくことでパーツが追加されていきます。操作に癖がありますが、慣れてくれば戦艦の弾幕もかわせるかもしれませんね。まあ私はまだ慣れてないんですけどね。敵を連続で倒し続ければスコアどんどん稼げるようになるでしょう。暇つぶしなどにはもってこいのゲームだと思います。やってると時間を忘れて何度もリトライしちゃうんですよね。新作のゲームだけでなく、こういったインディーズゲームもたまにはいいものです。こちらのゲームただいまスチームでセール中でございます。気になった方は購入してみてはいかがでしょうか。忙しい人もすぐ見れる動画になりましたかね。それではご視聴ありがとうございました。